ございます。晴天でございます。声の自分で結ぶのは難しくて、はい、おはようございます。朝7時です。今日はマイウェイの MV です。サビがね、もう本当にこう突き抜けるような感じなんでね、朝日がすごい、似合うんじゃないかなと。しかもこの後あの車で走りに行くので楽しみに待ってます。見てください、眩しい。心も温かくなります。今日も張り切っていきましょう。今日も24時間かかるかな。かかります。メイク始めたのが終電だからね。モザイクかかってます。美味しいです。食べてる時も口に運んだのも全部モザイク、ここも口もモザイクかけてください。俺やで。おはようございます。今日は、マイウェイの MV 撮影で、神奈川県大市に来ております。結構ね、太陽が出てて、だんだん暖かくなってきましたね。朝はすごい寒かったけど、今朝の7時くらいですね。どうですか、このパーティー感。車に乗って今日は横浜のあたりをぐるぐる回るということです。楽しみですね。今日も頑張るぞ。天気いい、すごく天気がいい。みんなおはよう。今日はマイウェイの PV 撮影です。こうやって天気に恵まれて、みんなね、朝早くからありがとうございます。皆さんね、集まっていただき、今日もこうして PV 撮影ができます。やっぱ本当外ロケっていうのはね、いつもね、天気が気になるんだよね。雨降ったらさ、まあ雨降ったら DPV になるかもしれないけど、ちょっと今回のこのマイウェイはね、どうしてもやっぱ晴れてほしかったから、晴れてよかった。夜音もそういえばさ、晴れてたじゃん、最初雨だったけど。デイジーはね、天気に恵まれてます。よかった本当に。今日もね、まあ今日はいろんな楽器の演奏もそうだし、まあオープンカー乗ってね、街中を走ったりとか、いろんなシーンがあるのですごく楽しみですね。まあ、今回もまた新しいデジストリッパーがいるんじゃないかな。甘辛の時もね、言ったけどね、やっぱり随時更新してますよ、デジストリッパーは。今日もね、すごい PV ができるんじゃないかなと思ってます。一日楽しんでいこうと思います。はい、皆さんおはようございます。今日撮影ですね。フル再生と言いますね。はい、先生、先生、生徒との皆さん黙るまで先生喋りませんよ。いたいた、そういう人いた。そういう先生かな。はい、おはようございます。今日は後ろでわざと練習してるみたいな。振り回して、あいつ後ろでわざとギター練習してる人いるから、これ全部カットでいいですよ。ムカつくわ、見ててまず撮ってるの分かって、あ、今だ、くるくる。影で努力、影の努力をね、カメラの前でやってるからね。嫌なやつだね、惜しいとこ。
けなげアピール潰されてるよメンバーの悪意くじれつけなきゃ悪意潰されてるちょっと目がちょっと目が悪いなんで涙目なのなんで涙目っていうとこにすんのよ泣いちゃったこれが日常ビジネスけなげいじったらダメなっちゃうそうだやっぱ前は最後かなそうだ最後か俺だけ逆はもうやり尽くしたあ、あっちまあ普通にあのあっちに向かってバーってブーンって車で行くパターンみんな走っていってはいなんとなく、ま、その人以外は出したらその人たち以外はバーってカメラに向かって走ってあ、3人も3人は走ってってで、片目が車でブーンってえ、機材車乗ってくの、うん、じゃあ U ターンさせてお願いします片目が車でブーンって通り抜けて後ろから前がそれをかけて車がフレームインフレームアウトした後だねじゃあとりあえずは俺は前もしくは機材車でうわーってここ来てすごいドヤ顔でカメラ見てるから誰が前はいや、俺がこんないやもう走り抜けちゃった方がいいんじゃないあこっちにただ風見運転してるって分かる分かるように開けて開けてカメラ目線でゆっくり徐行でいなくなって眉がそれを全力疾走であ追いかけるみたいなあ追いかけ行ってみましょうかねやってみましょうかねなんノープランですけど風見ほどの面白いものない撮れない曲もね曲だから曲疲れるのとか変な顔する今日は一日の流れをこう少しずつねツイッターに上げて最終的に夜渋谷の街を走るのでその時にね渋谷付近にいる人は見に来てくれたらいいななんて思いながら今オープンカーを待ってるとこ来た来た来た OK ありがとう来た、あれじゃん。おー、すげー。おー、すげー。おー、すげー、かっけー。かっこいい。おはようございます。左ですね。左ハンドルか。左です。シボレ。インパラじゃん。インパラ。シボレにした。インパラ。
見てもいいですか、とりあえず。はい、テックシンクとか欲しい。はい、いってらっしゃい。日差しが暑くて、日差し暑かったね組ですね、こっちは。あっちはあの車楽しいね組。なかなかね、こういうの乗る機会もないからね。ないよ、うん、初めて乗った。初めて乗ったあのシートベルトがね、あれだもん ねなかなかないから、ね、いやで左ハンドルとか見てしょうね。左ハンドルもないだろう、ね、オープンが気持ちいいやん。運転してて風とかあのね、フロントはないけど、後ろの3人は多分すごい気持ちいいんだと思う。あ、それボタン押すの？それはわかるよ。それはわかります。あー、でもやっぱ左ハンドルだとなんかいつもと違う感じですね。絞れ。いいっすね。また違いますね。1900。あ、なるほどね。クラッチみたいな。それ普通のサイドブレーキ、うん、これだとなんかマニュアルって感じするけどね。ね、本来はマニュアルだったんじゃない。ね、あれですよ、これ。乗り方、乗り方。ガシッてこれはもう多分速度出したくなっちゃうね、これね。グーンとね、こう。でもあれだよ、ルイコの皆さん安全運転ですよ。そうですよ、法定速度は守ってくださいね。はい、向きによったら暗くなりました。いよいよですね、渋谷ですね。まあ昼間めっちゃオープンカーでね、こうあんな海沿いを走ったりしましたが、今回街中ね、夜の街中をオープンカーで走るとどんなになるのかワクワクしてます。イエイ、みんなに会えるかな。夜ですね、これからちょっと渋谷の街を、ちょっと回ってきます。ちょうど今 MV、マイウェイ撮ってますけども、今回これ僕の曲なんですけども、この爽快さといい、このまあメンバーでのねこの道を記した曲になっておるので、なんだろう、やっぱ今後もねこのメンバーと俺たちは、走り続けていきたいなという気持ちも込めて、今からまた挑んでいきたいと思います。今日はまあ昨日のね朝方か、まあ、集合したのはもう夜中なんですけど、12時ぐらいかなんですけども、今至っても何時間か経ってますけども、最高の作品を届けるために、最後に気合い入れて頑張っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。行ってきます。えら
んか緊張してきた。めっちゃ楽しい。なんかちょうどここからスタートして少しこう下り坂になって、なんかジェットコースターの始まりみたいな感じだったけど、こんなに楽しい絶叫マシンを味わったことないめちゃめちゃスリリングだったし、すげえドキドキした。あ、どうでした？だからまあ今からおかわりのもう一周いただきます。いや、なかなか渋谷をね、こんなオープンカーに乗って走ることなんてしたことないし、まず想像できることじゃないから最高に気分がいいですね。うわ、すげえ、すごい。これ どこから乗るの？うわ、すげえ見て、すげえな、すごい。合わせることに見ましょうか。乾杯をなんとなくこう、みんなで、はい、グリッと出てきて、スタミナ、なおはそこで後ろで、大ちゃん、もっとテンション上げて、はい、長丁場の皆様お疲れ様でした。今日は朝一から AV 撮影をねスタートしまして、いやーなんというかインパラで街中を走りまくるっていうね、今までやったことないことをしちゃって、ちょっとなんだろうな、なんかこう成り上がりじゃないけど味わったことない気分をね味わいましたね。やっぱあれですね、まあ演奏シーンとかもそうですけども、まあ、本当に今回もね、今回はなんか、なんだろうな、本当に今までにやったことない世界観がね表現できたんじゃないかと思います。デイジーストリッパーのソロ活動、ソロプロジェクトを経てまたかっこよくなったんじゃないか、デイジーストリッパーは。まあ、10周年に向けて、まあ自分らの道、マイウェイをねまっすぐ突き進んでいこうと思ってますよ。本当に長丁場みんなお疲れ様でした。かっこいい BV になると思います。そして、渋谷のね街に集まってくれたトレゾンのみんなにも本当感謝してます。無事なんとかもう夜遅いですけどね終わりました。本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとう、お疲れ様でした。今日は本当に長丁場でしたけども、本当に最高のMV が撮れたなと思います。今最後ね、あのリムジンの中でみんなでこう5人でバカやってましたけども、こう5人でバカできるねバンドもあんまりいないんじゃないかなって、思います。やっぱそういうのって、まあこうまあ、もうすぐ10周年経ちますけども、10周年に向かってこうやって未だにこの変わらない絆、変わらないメンバー同士の、まあ、バカの試合、本当にこれからもやっぱり共に育んで共に成長していきたいなと思っております。で多分こうなんだろうな、トレザーのみんなも今日こう駆けつけてくれたので、本当にやっぱり日頃感謝してますので、やっぱ今後のねステージに関しても、トレザーのみんなに、大きなステージとうちらのやっぱこのね、ライブを見て、普段の生活の糧となってくれたらなと思います。なので
ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの MV がみんなの元に届いた時に、なんだろう、笑顔を満ち溢れるそんなね毎日になってくれたらなと思います。またこの前上は僕の曲なんですけども、やっぱこの1話5人であるべきこの姿をみんなに見せつけたかったので、こうやっぱその1話の今のデイジーステップはかっけえぞと、そんな気持ちも込めてるんで、これからの道も、一緒に突き進んでいけたらなと思うんで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。すげえ、もうこのままこのままここで寝ろって言ったらすぐ3秒で寝れるくらい、もう HP が残り1になるぐらいまで使った PV、MV 撮影は結構久しぶりじゃないかなってぐらい詰め込みましたね。詰め込むことができたんじゃないかなと思ってます。 My way ね、いろんなことがあります。いろんなねことを言われたりね、迷うこともあります。僕らもそれは未だにありますけれども、自分が信じる道、自分たちが信じるかっこいいと思う信じるものを突き進めていきましょう。それが答えだと改めてね気づかせてくれる曲なんじゃないかなと思っているので、あなたのね、なんていうのかな、人生が変わるって言ったらちょっと大げさだけれど、何か一つきっかけになるような、いつも言ってますけどね、そういうバンドでいられたらいいなと思う、また素敵な一曲ができたなと思ってます。かっこよくて、なんかデイジーストリッパーらしい高さがまたあるオンリーワンな曲なんじゃないかな。で、明日が来るならといい意味でこう対比してるところがまた素敵ですね。はい、ホーム楽しんでください。いつも応援ありがとうございます。ゆきりです。あと今日見に来てくれてありがとう。あ、ファン、そうそう、でもね、2人ともそれをね言ってるから一人だけ言わないと微妙かな。あと渋谷のですね、今日はスクランブル交差点でこうオープンカーでぐるぐると、走りました。長い間ね待たせて、長い時間待たせてしまったファンの方には本当申し訳なかったですけどもね、楽しんでる笑顔がたくさん見れて本当来てくれて、ね、嬉しかったです。またなんかこういうねゲリラ企画的なことやりたいやりたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。いつもありがとう。はい、ありがとうございました。今回の MV もですね、またもう何本目ですかね、デイジースリッパー MV 作るの何本になったかわからないですけど、まだまだなんかやってなかったことが今回もできたなっていう、まあこのマイウェイの MV だったらやっぱりオープンカーで走るだったりとか、まあすごく自分の中でもね新しい経験でなんか面白かったですね。だからやりたいことが尽きないっていうのはバンドが活動を続けていくための一番の活力だと思うんです。もうやりきってしまったらきっとその時がバンドが完成しちゃった時だし、まだまだデイジーストリッパーそれがないなっていうのを今日ね今回 MV 撮ってみて痛く感じましたね。まだまだ未完成でやり足りないことがいっぱいあればです。渋谷に集まってくれた皆さん、やっぱり時間を作って手間暇をかけて会いに来てくれるっていうのはとても嬉しいことです。なんか今回はだから MV を作るのに対してそういういつもとは違うような角度からも楽しんでもらえてたらなんか俺は嬉しいなと思います。まあ作ってる最中なんかねなかなか見れることではないと思うんで、はい、なんかそういう、のもなんかいい思い出になってくれたら嬉しいですね。ありがとうございました。準備メイク開始から24時間経っちゃいましたよ。でもその代わり渋谷の街オープンカーでギターを持って走ったりとか、いろいろ広いところでギター演奏しにできたりとか、ファンの子が渋谷のスクランブル交差点で会いに来てくれたりとか、この道を選んだからこそ味わえること今日いっぱい味わえて、まあ確かにね体力的にはヘロヘロかもしれないけど、でも今はドキドキでいっぱいです。本当にこの貴重な経験今後の活動に生かして
行こうと思うし、俺にとってはギターは楽器じゃない、ギターはアクセサリーです。それでいて急な発表にもかかわらず、いろんな地域からの、いろんな地域の場所から俺たちに会いに来てくれて、それは本当にね、意外と東京だけの方かなって、東京だけかなと思ったけど、いろんな地域から来てくれたのも本当嬉しかったし、わざわざ来てそこまでしてくるってことは本当に俺らに会いたいって気持ちもあったし、俺らからいい意味で元気をもらいたいって気持ちでいっぱいだと思って、いっぱい元気あげられたと思いますよ。わざわざ来てくれた以上のね、元気あげて、そんな元気これからも有り余るぐらい俺たちあるんで、いっぱい元気あげていきたいと思います。ありがとう。